いろんなところでライブしてきてますけれども、どこよりも早いアンコールでございます。待ってたじゃん、じゃん。超高速アンコール、ありがとうございます。高尾さんはゴールデンウィーク、いろんなところで出かけてライブしてきたという話ですけれども、僕らは、ゴールデンウィークは割とのんびりしてて、おとついですね、実は初めてズームライブっていうのをやりまして、というのは僕はあの78年前に23歳でフィリピンで潜伏した竹内幸三という若者が残した詩に曲をつけて歌ってるんですけども、その若者は伊勢市が出身で、毎年伊勢市で5月12日が彼は誕生日なんですよ。その前後で生誕祭というイベントをやってまして、そこに初めて僕らが紹介されてですね、そのパンフレットに僕の書いた文章が載って、だけどもその伊勢の方にまでなかなか行くあれが難しかったので、 Zoom で参加してくれないかということで、Zoom で10分間だけ参加して、歌いました。まあやってみての感想は、我々は全くズーム向きではないなということがよく分かりましたね。はい、本当にもう難しいですね。あのね、こうやってこう、ね、お客さんの顔を見て歌うというのは本当にいいですね。でも参加できたって本当に嬉しくてですね、思い出に残った、ズームライブだったんですけど、何せとりあえず僕たちの歌声は聞こえてたらしいんですけど、向こうの喋る声があんまり聞こえなくてですね、でもう終わった後、歌い終わった後インタビューされたんですけど、あんまり聞こえないもんだから、僕どんどん画面に顔近づいてきてですね、結局画面に俺の白髪頭しか映らないちょっとこう失笑を買うような場面もあったみたいなんですけど、まあでも向こうの会場にいた人からおおむね好評で、とても良かったよって言ってくれて、そんな体験もしてまいりました。でもやっぱりそういうこともあって、今日は久しぶりにこうやってお客さんの前でねライブができて、これが何よりですね。そうですね、なのでアンコールに応えて、おとといが生きていれば103歳の誕生日でした。竹内幸三の詩を最後に歌ってアンコールに応えて辻井孝子ライブに渡したいと思います。よく生きてきたと思う竹内幸三の詩です。ワン、ツー、セー、ナー。
今まであったやつはことごとく自分の中にあぐらかいている。そして穏やかな顔をして人をいじめる、それが人間だ。でも僕は人間が嫌いにはなれない。もっとみんな自分自身をいじめてはどうだ。よく考えてみろ、お前たちの生活、何も考えていないような生活が、もっと自分を考えるんだ。もっと弱点を知るんだ。もっと自分を考えるんだ。もっと弱点を知るんだ。僕は化け物だと人が言う、人間としてなっていないという、ひどいことを言いやがる。でも本当らしい。どうしよう。昼寝でもしてタバコを吸って、たわいもなく詩を書いていて、たわいもなく詩を書いていて、アホじゃき違いじゃと言われ、一個苦にもせず詩を書いていようか。それでいいではないか。よく生きてきたと思う、よく生かしてくれたと思う、僕のような人間をよく生かしてくれたと思う。厳しい世の中で甘えさせてくれない、